さあ、地力スーパーヒーローを入れてと。まあ、なんなら最初は2枚掛けでもいいんじゃねえかっていうぐらいなんだが、そうだな。いや、これ結構難しいな。まあでもこういう感じかな。ちょっと、避けてくれよって言った感じだな。まあガンマは全然問題ないんだかな。まあ今回ガンマを入れたということで、コンビネーションにサポートを入れていくと。素晴らしいよ。やっぱこの気力ゲージによって、追加必殺出すか出さないかっていうキャラにおいて、すごく優秀。ダメージが全然入んない。なんでなんだ？あ、これやばいんじゃないか？軽減を入れてるといえども、あげゃー !4 万。こいつさ、無凸で1000万ってやばいよな。すげえ攻撃力だよ、こいつ。200% いえども。あ、ほら、避けていく。しかも最悪龍拳あるからな。龍拳！敵の必殺技に対して龍拳。いいね、8周年。GT。200% リーダーと。じゃあ 200% リーダーかで今使っている。3回目いくよ。よし。俺の3凸なったんだよ。今回の9周年で。最高だぜと。今回、これだったら結構積んでからの？なあ。結構アタック値上げてからの復活元気玉ぶち込んでやるぞと。難しいというか楽しいとこだな。やっぱり奮起でもちょっとダメージを受けておきたいところがあるんだよな。まあ、ぶっちゃけ今回まあビーストちょっとおまけみたいなところもあるからな。ちょっと贅沢な使い方ではあるんだが。おお !980 万すげえすげえ。やっぱり 200% で、しかもリンクが奮起と合うからな。あ、素晴らしい。楽しい。さあ、追加必殺。いいよ。もう一回行くんじゃないの？最大4発？忘れちった。あ、最大3か。今、カチカチだからな。80% 経験。ん？ 90%？ で、奮起も必殺いっぱい出して。なあ。ちょっと奮起しようぜ、マジで。なあ。頼むぜ。奮起してくれよと。奮起してくんなきゃちょっとやる気になれないんだわな、今日はな。さあ、もう一回行っちゃう？おー、それはいかんと。いいね。お！さあ、耐えれるか。耐えれるよ、うちの奮起なら。無駄だなと。伊達にダメージ軽減は積んでないんだよ、パッシブスキルに。何ターンだ？ 3 ターンとかあった気がするな。多分、ビーストと。ちょ、2ターンお休み。人生ゲームみたいな。ちょっと2ターン休み。あ、出た！ベジータさんにリスペクトを込めたビッグバーアタックと。いいね。ちゃんとダメージ与えてくれてるよ。まあ、2つ取れればいいか。な、紫の玉。で、ウイス様を聞いてると、問題ない。もう満体と言ったほうだ。さあ、急にどうした？ 610 万。渾身のカメハメハと。ズガシャー。追撃出すんだよ。1枠目でな。お前がナンバーワンでかかると。ちゃんと会心出すんだ、偉いよな。さすがカカロットだぜと。ズン！フルパークラッシュ！いいよ、いいよ。これ次奮起できんじゃないの？嬉しい、久々に見たいぜ。デレレ、デレって。な、カカロットか。へへ。やっぱ働けなきゃなんねえか、つが。で、俺様が、くそ、めまいがするぜ。あ、無駄無駄。そんなもん俺らに聞かん。今無敵だからな。カカロットと俺が一緒に戦えば、不可能などない。で、ガンマのサポートも入ってると。いいサポートだよ、お前は。なあ、コンビネーションカテゴリーのサポーター。いいね。さあ、奮起も、極限するか？もうちょい先か。だいぶ先だな。さあ、いいよ。強っ！ただ、問題としては、まだベジット変身できないと。あ、ここで復活ではないんですよね。どういう並びで、これでいくか。これでなるべくダメージを、あー、きついな。いや、行くしかない。
さあいいよ、730万、ディフェンス積んでいこう。3回出せ、1回目。あー惜しいな、追撃20まで頑張ったんだけどな、スキル玉で。あと4体ぐらいは欲しいな。なあ、振り直したい。俺は流石は使わんタイプだ。昔はな、なんか、なんだろうな、潜在能力振り直しキャンペーンとか言って、流石一つで変えれた時もあったんだがな、一回ぐらいしか来てないんだ。しかも本当に俺が始めたばっかぐらいの時だ。また元に戻しましたって言った時な、ツイッターで戻さなくていいですって、めちゃくちゃコメント来てるな。懐かしいぜ。そう、いろいろ思い出ありすぎるんだよ。俺にとって。ベジットってのは。さあ、セルマックスの股間を必要に攻撃していくこのスタイル。こんなでかいからいけないんだ。さあ、2回目。いや、これ結構アタック詰めるな。さあ、いかんせんどうしてよ。さあ、ついからの奮起のアタック大幅軽減が入れれるから。ちょっと戦闘、あ、ここから入れるか。ちょっと楽になるように気がするんだけどな。ここでターゲット集中を使うか。で、ビーストに攻撃が集まると。ちょっと次にいい感じで渡せるように、ちょっと木玉も整理しつつ。いいね。さあ、渾身のカメハメは、クリティカルを入れてってほしい。そんな気持ちで溢れてる俺は。いや、奮起しないな。ただあれだな、今回あれしてないからな、被弾回数が稼げない、ターゲット集中したことによって。だ、そこがちょっと相性良くないな。嬉しいような悲しいような、被弾しなきゃパッシブスキルが性能が完成しないようなけど、何今のえ、セルマックス今はなんか変な感じだったな。ちょっともう一回見して。あーダメか。見たかったのに。いやでもご飯は結構強くなったよ。だいぶビーストしてるこれは。さあ、1500万。いいね。こいつも 200% に使うと半端じゃねえからな。さあ、1100万と。いいね。さあ、いつになったらベジットに変身できるんだ。それあるな、その問題。やはり。よし、もう一回。いいね。ズン。のやす。いいよ、俺のビースト。二突なんだよ。チケットで2枚引きしたからな。よっしゃ、来た。よし、来た。もうマジでかっこいい。マジで最高なんだよな。クソったれー、テレレレテレレテレレ、気絶が、あ、入らんか。これで今戦闘のこいつらが 85% 軽減か。で、真ん中の奮起もいい感じと。で、このチキ玉で80% 軽減からのアイテムと。無駄なんだよ、無敵になったからな。俺とカカラットはな。28万。あれあれ、やはり結構食らわしてくると。でもこれあえて俺食らった感あるからな。なぜかというと、これ多分次のターンでベジットになれるだろう。そこが重要だったわけだよ。お、しかも何、急にやる気出して3回追撃も出していくと、やる気満々だな。で、からの真ん中の奮起で軽減も入れていくと、半端じゃねえぜ。おい、カカロットのやろ、ジョーラじゃねえか。おい、おお、俺さんもなんか結構はだけてるな。ちょっとセクシーすぎるんじゃないか。おい、結構こう真ん中に対してやっていく感じな。さあ、開始入れていくと、
記録目谷14で確定開始。いいね。さあ、からの、こいつが強いわけよ。ドン。いいね。あ、んで、あ、でも、いや、ちょっと復活スキルはちょっと使いたくないな。ちょっと次、ベジットに変身したいからな。ここ使っちゃうとあれなんだよな。ちょっと久々に演出見るか。来るぞ。絶対に許せねえ。一瞬のみ。いいね。おお、しかも先手じゃねえか。おい、これもうかけるしかねえな。一応軽減があるとはいいな。一応 35% 軽減あると。で、アタックも大幅軽減入れてるからな。これでいかなきゃ男じゃねえと。え、ちゃんとほんと先手に打ってきてくれよ。そこちょっと俺様と約束してくれよ。気休めにブルマを入れる。 HP が 59% 以下、もうさらにアップするはずなんだが、回避率が一撃でも当たったらやばいと。おっしゃー。最高サイ&コーでございますと。かっけー。いや、しかも決まったとこれ完全にな。おい、いいダメージじゃねえか。おい、さあ、ここ避けていくと。さあ、避けるぞと。いいねー。マジで最高だぜ。で、一応ここも、35% 軽減が入ってるはずと。さあ、おっと、ちょっと一回だけか。もうちょっといってほしかったんだかな。アタックとディフェンス大幅低下を今入れたと。で、3回攻撃。で、次のターンでベジットになれると。いいねー。これは最高だぞ、おい。今のところ。俺が望んでた世界が今見えている。おう、しかもアタック1000万。2ターン後復活使えば最高だぞ。無駄なんだよ。もう一回行っちゃう？もう本当に泣きそうになる。かっこよすぎてな。ズン！やす！いいね。で、次ベジットになれると。なれるよな。お、ちょっと、あー、77% 以下。おい、マジでむずいんだが、それ。やめてくれよ、それ、本当に。ベジットになれない問題出てきてんじゃねえか、おい。じゃあ、ここで、確定気絶を入れると。これも強いな、思ったら。かっけえ。俺だ。美女良すぎだろ、俺、おい。さあ、流石バズーカを食らしたところで。よし。これ強い。ちょっといい感じで、ちょっとダメージ食らいたかったんだがな。いや、こんなむずいと思わなかったな。無駄なんだよ、気絶してるからな。いや、今回相手ビーストを3枠目に置いて、やっぱりメインというか主役はやっぱりこいつらだからな、今回な。頑張ればセルマックスに倒せるというとこ見せてね。さあ、アタックディフェンス大幅低下。おいおい、追撃を引くんだよ、そこは。あ、1000万強い。あれを入れたからだな。なんだっけ、ブルマ。いやー、ここでベジットになる予定だったんだよな。まあ仕方がない、こうなっては仕方がない。あれ、俺に差しすんな。いいね。強いよ。今、ディフェンスいくらぐらいだろうな。100万はいったべ、絶対。さあ、俺のビーストは強いよ。1200万。なんて強いやつなんだ。追撃と。半端じゃないな、こいつはな。こいつは多分20周年ぐらいまで活躍するだろう。そんなことないか。それは眺め。うわー、ああ、もう嬉しい。眼福だぜ。はは、やっぱ働くしかねえか。めまいがするぜと。当たり前だぜ。社会人の俺たちはいつも朝奮起してから言ってんだよ。
お前は社会人じゃねえだろって言われそうなんだな。うまい具合にダメージを食らわなきゃいけないっていうのが本当に難しい。いやーでもこれ軽減入れなきゃ多分負けるしなー。難しいなー。ちょ、ハイヤーでいってみるか。ちょっといい感じで食らえればいいんだがな。まあ、これは足らんと。80% 軽減。プラス、ハイヤーで 100% 軽減だからな。いや、ちょっとベジットになれない問題やっぱあるな。うまくいくと思ったんだな。真ん中でいい感じでダメージ食わねえかな。ちょっといい感じで10万ぐらいダメージ食らってくれよ。もう無理だ。もう無理だ。もう無理だ。仕方がねえな、こればっかりやな。いや、でも奮起が大活躍したと言ってる女。これは素晴らしい。バキッ。さあ、いいよ。もう9ターンも戦ってんの。また、1番目に置いて、いい感じでダメージを食らう作戦でいこう。もうそれしかない。いい感じで食らえば、問題ねえわけだからな。あ、でももう終わるな。お!これは?ちょっとそうだ、無限上昇積んでるからもう無理だな。大幅低下もいってるし。まあもう強いということでいいだろ。まあ奮起が強いといったところで。まああえて復活のあれをやって、アタック率を上げるっていう手もあったんだな。もうこうなっては仕方がない。おお、1000万。まあな、そりゃな。全体のあれ入れてるからな。ドッカンモードがな。さあ、いいぞ。頑張れ!お!嘘 !4 回!いいね。もう今、ディフェンスとんでもないことになってるところ、絶対。1500万。こっちも大幅無限上昇積みすぎてとんでもないことになってんな。いやー、セルマックス楽しいな。やっぱり。ボコボコにするには一番楽しいステージだぜ。さあ、もう一丁と。こいつら半端じゃねえな、マジで。で、次。お、お、お!まだ行くか。すげえな、マジで。まあ、8周年も現役ですと。9周年には負けないぞという意志が強く感じるな。さからの奮起と。いけ!奮起の力を見せてやれ。伊達じゃないんだよっていうところな。ピュン!フルパワークラッシュ。もう一回いけ、もう一回。ナイス。だから俺はお前らが大好きなんだ。さあもう次で終わりだな。お!かなりやる気満々だと。セルマックスがやっぱりこうデカすぎて、こう戦闘シーンと合ってないんだな、竹が。やっぱり最後はご飯ビーストで終わりにするか。なあ。うれぇ!なめんじゃねえぞと。さあ終わりだぜ。もう一丁。ミリ残しがすごいな。多分あれでも200万ぐらいあるのかもしれないな。ゲージがありすぎてな。残空魔戦。ドーン。さあ、ということで、ベジットがとうとうアクティブ使えるとこまで頑張ったから、アクティブ使っていくぞ。ちょっとブルマでも入れとくか。な。おれよっ気絶。まさかの気絶を入れると。いや、まあいいんだけどさ、反撃キャラなんだよ。持ち味、ベジットは。まあいいや。ということで、合体を見に行くか。来た。やった。
かっけえ。かっけえ。マジでかっけえ。さあ、必殺見極めが発動してると、今俺様のベジットのディフェンスは150万になったと。150万の 30% 軽減だ。で、今相手気絶なんで、正直今、この並びは何も意味を見なしてない。さあ、ということで、まあ本当はガンマに取らせてあげたい気持ちも山々なんだが、いやまあ無事に変身できたといったところで、まあだいぶ安心したぜ。無駄なんだよと。さあ、1400万。いいですね。さあ、追撃は20振ってるからな。さあ、どう出る？会心と、必殺封じ入れていくと、強いな。必殺封じ、セルマックスには確実に入っていくと、ピュン。さあ、フルパークラスさんも、こいつらは奮起してないな、全然な。条件満たすのがやっぱ大変だからな。まあ、しなくてもなんとか戦っていけると。さあ、ガンマと。やっぱ BGM が最高なんだよ。こうベジットの。デレレレレーンっていうな。最初のイントロの始まり最高だもんな。合体した後の盛り上がりな。いや、一番好きな曲かもしれんな。あ、どうしようかな。うわ、マジでかっこいいで、こいつら。っていうところからの、ここで、ターゲット周知を使っていくと。そうすることによって、今アタッカー 80% 入れてると。ここでご飯が相当な火力を見せてくれるはずだ。俺はそう信じている。またな、適当にポチポチしているだけのゲームと。言ったわけだな。あ、ちょっと父入れても面白かったかもしれんな。まあいいや。お、今1500万くらいあってんな。つえ。やっぱ 80% 入ってるかな。あ、これ必殺封じ？おい、そこはクリティカルだな、確実にな。多分俺でもクリティカルだわ。間違いなくな。さあ、これも結構、おお、1400万。結構入れてたもんな。あれな。あれがあれであれでもんな。さあ、これでご飯が、どんどん攻撃を受けて、アタック上げていくと、どんなもんだ。3300万 200% じゃないぞ、おい。半端じゃねえ。強すぎるぜ。お前が強い動画になってるぞ、おい。うわー、しかも、ピッコロと力合わせて2500万と。おいおいおい。とんでもない野郎だぜ。残空魔戦と。という名のビッグバアタック。おー、ビッグ射線。さあ、ここで父ナースを入れてだな。アタック来るところに入れておきたかったんだけどな。まあ、ちょっと並び的には良くないんだが、この俺様のベジットの力を見せてもらいたいなっていうところでな。ちょっと攻撃回数が多い。ちょっと後ろに配置した。さあ、どう出るかな？無駄なんだよと。5万5000。結構な、軽減入れたんだけどな。父まで使ったんだが、やっぱり奮起しないとここまでダメージを食らってしまうと。いいね。ダメんじゃねえ。しかもベジットになったターン。だ3ターンは、ガード付きだからな。全属性ガード。で、まだこのターンまで続いてると。すげえな。半端じゃねえぜ。本当は超必殺出してな。ちょっとアタック実装幅低下入れたかったのがさ、1200万。無駄なんだよ。顔が見えない。かっこいいお顔が見えなかったぞ。さあ、追撃出して惜しいお年頃を、さすぐじ入れていく。あー、惜しい。お、来た！無駄なんだよ！ほれ！すがじゃー！いいね。無駄なんだよ！さあ、クリティカルで出してるぞ。
もう2回も出した。2000万ダメージ今。さあ、これで、1500万、トータル。おー、いいね。だいぶいいダメージ出してるぞ、おい。だいぶ楽しい戦いになってきやがった。さあ、50% 軽減も入れてるということで。さあ、今、ガンマ無敵と。からの 80% アップも入れてるからな。この GT の俺様のおかげでな。あぶねえ。ミスったかと思ったで。なんでトランクスなんだ。全力でいくぞと。生意気なこと言ってるんじゃないと、トランクス。パパのことをリスペクトしろよと。これどんぐらいいくだろうな。GT コンビの、あれも入ってるかな。サポート80。うわ今、いくつだった ?1400 万。いや、1億4000万か。そんないかんか。それはビッグバンジョークだと。言いたいとこだわな。さあ、これも1400万。いや、1100万。あんまりもう文字が見えない。霞んできた。戦いすぎて。これ結構暗いかもな。おー、ピンチになっていくと。まあ、次で蹴りをつける。といったところで。ここで、なんか入れるよな。それはクリティカル。お!もう一回行くと、やる気満々だな、おい。ピッコロさん言うと。バキッ。さあ、爆力マハ。お!気絶やん。あ、もう勝ちだな、これはな。お!やっぱ働くしかねえかな。くそ、めまいがするぜ。いや、かっけえな。何回でも見たいんだよな。もっとこういう条件がな、良くなってほしいわ。これが見たいよ。と、お、これはちょっとバーゲンセールすぎるな。いくらなんでも多いぜ。声をかけるな。いやー、ほんとかっこいいんだよな、これ。これ初めてのコンビネーションだからな。初にしては結構俺ら相性良かったよな。まあ相手気絶してるから、もうこれは、まあ全力でぶち当たりに行くだけだという話だな。さあ最後は奮起で終われると。俺的にはちょっと大満足かな。いいねー。フルパワークラッシュ。さあ、もう一回行くぞ。さすが奮起と。ライバル同士。そう、ライバルなんだよ。俺とカカロットは一生のライバル。そういうことだ。倒しきれ。いいよ。それでいい。それでこそだ。ちゃんと倒しに行くんだよ。そう、ちゃんと会心だしな。記録メーター24以上で会心と。余裕だぜと。言ったところだぜ。俺的には大満足の結果だ。お前たちも俺の愛すべきベジットをたくさん使ってやってくれ。それじゃあ、またな。